いや出ないか。リアンスはそんなないんだもんな。積もった2004世単野をといとい三眼光2004世のつま上がり。上3人がぴったり並んで大井が出遅れています。この寂しげな表情この寂しげな表情なんだよ三層あんこじゃねえかよ。どうなっちまってんだよ今日の俺は。おかしいじゃねえかよ。登場は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 自敗自敗自敗さあさあ、スーピン2枚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 大井さん大井さんが急走通った急走通った急走通ったね。でもチーソーとか入ると危ないよ。チーソーとか入ると危ないよ。大井さん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 、あ、やば大井さん、まずおー、あ、じゃあ、まずダメ、まずは何も通ってない。9か4、9か4しかない。大井さん俺は信じてんぞ。7700。ね、なっちゃうね。困ったね。テンパってる。あれ本当だ。現物待ちだ。あ、闇か。うわリーチ。リーチ。合わせらんないってことだ。チーピンヤバいっち。チーピンヤバに1枚。ん？うん、チーピンヤバに1枚。イースーピンがヤバに2枚。タロは2件リーチになったら引きがある。だって俺は君たちとは別に争いたくない。俺が争いたのは大井さんだけ。これは3万抜くか。チーソーじゃない。嘘ノーチャンスだから。あ、ノーチャンス。あ、そうですね、それすら切らないもあるんじゃないですかこのリードあれば。いや太郎はチーソーですよ。チーソー切って最後レアンパーマンどっか一個勝負すると。そう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 。いやチーソー切ったら結構男前だけどな。3万に見えますけど。3万。男前。3万切る太郎ではないよね。失礼しました。さあ、イースーチーピン1枚対2枚1枚対2枚よくリーチ、こういうのリーチ行くんだもんね。道場ですもん。道場だもんね。はい。うわぁ日吉さん最後の3層引いた。パーマンですか。パーマンだと思いますね。ローマンが3枚見えてますね。で、道場にはパーマンが通ってて、はい、中林に対してパーマンがワンチャンス、はい、ただ、ローン言われたら間違いなくドラマ対できます。中林にはリアンマンが通ってるわけだ。そうなんです。ただ登場が3万。闇何7万。太郎はこれどうして闇なんですか。まだ降りようっていう気持ちがあるんですか。それとも3ピンが一応1人には通ってるからですか。いや降りる気は少しあるね。うん、少しよ。今現物増えましたよ。キューピーは登場に通ってないですよ。行くだってこれ多いから闇って。あーローピン12,300。サブローピンも2枚しかなかったんですよ。3枚かな。うわー来ました。太郎当初大丈夫か。うわーちょっと大丈夫。大丈夫よ。チュン切った。あ、そうか、変則手に見えんのか。ソーズダメ。あんこのチュンになった。よかったね。変則手に見えたらまずいもんね。はい。5まだこんなサブローマン3枚もありますよ。これサブローマン積もって言われて、うわー3万短期か。サブローマンなのみたいな、うん、6000ホールは6000やばいって。6000は6200ホール。リーチツモピンフドラーカーか。6000ホール鈴木太郎やりすぎ、やりすぎです。この人5万切ると大井が地位なんですよね。ほんとや。で3層も通ってますよ。っていうか大井3層ポンしなかったんだ。ほんとだ。地位よく粘ってる。最後に追いついた大井の上がりも十分ある。イースー層で追いつく。そう今スレスレ抜けてく。ウーピンだ。6000は6300ホール。裏パーソだった。同じだった。2曲連続の6000ホールだ。2004戦、7700、12000、6000ホール、6000ホール。は18000、36000、48、48、55、56、
大体東條さんの親から数えて6万4千って書いてますね。よくないわ。そうだ、いやともこれ別にもう何の指摘もないです。はい、はい、もちろん当然です。いや須田さん言ってるじゃないですか、麻雀は風なんです、全てもうこれ吹きまくってるんで、はい、もうこんなの別に僕だけは驚いてないと思います。はい、僕とあと大井さんも多分驚いてないです。あ、当然だねって。ビーチのみだよ。あ、もういや、え、そう見えてましたか須田さんには。悲しいですね。これは皆さんご存知のM リーグ名物の風です。はい、10万点超えてきましたよ、ついに。ついに10万点超えてきました。10万6100点。ちなみに過去に10万点を超えたケースは3回あります。はいはい、2122シーズンパイレーツの当時朝倉選手が、10万2400点、同じく2122シーズン、ファイトクラブ伊達選手10万5500点、はい、それをもう超えてます。太郎さんは今、はい、で M リーグのレコード、昨シーズン黒沢選手11万2700点。え、11万2700。はい、あ、もうちょっと、ね、もう目の前です。これが風です。風を感じてください、皆さん。 M リーグの太郎さんのシートルズに見えないもんな、川が。今一瞬川島考えたかな、レアンピー初が通ってないのか。いいシャンテンか。本当は7万の方切りたかったのにね。現物ですもんね。いきます。その当然です。当然なんだよね。何にも驚かない。僕は何にも驚かないよ。何にも驚かないよ。普通のことが行われてるだけです。はい、これは僕が驚いてるのはただM リーグの記録を超えたことですね。黒沢選手の持つ112,700点というM リーグのレコードついに塗り替えました。12万5600点。塗り替えたね。塗り替えました。鈴木太郎、6000オール、4000オール、6000オール、全部つぼがまた気持ちよし。これです。 This is 風、それしかない。もうこれで僕の言ってることを信じてほしいですね。そうね、はい、これをやりたくてマジやってるんですもん、みんな。だって本当はそうね、はい、